オリンピックによるブレイクが明け、 J リーグが戻ってきました。リーグ最少失点、3試合負けなしの鳥栖、6試合負けなし好調の東京、両チームの勝ち点差はわずかに3です。上位追撃を見据える6ポイントゲームになります。ディエゴ・オリベイラ、サイドバックの小川が来た、小川中に入って左足だ、ナイスキーパーパクイルグ、レフティー小川カットインから左足、ただナイスセーブパクイルグ。ここもトスが高い位置で奪った、小山津ダイレクトだ、酒井は中を見た、低いクロス先頭だ、ワンチャンス、サガントス、酒井のクロスに先頭を押し込みました。先制はホームのサガントスです。まさに一瞬の隙、電光石火。まあトスとしてはこうポゼッションだけではなく、まあ、高い位置でねこうボール引っ掛けて、まあ、ここの、ね、グランダのクロスも素晴らしいですし、そこに、まあ、セント選手、ボランチの選手が、ね、入ってくることによって、まあ、攻撃に、ね、厚みが出ましたよね。セントのボール、巻いたボールファーに流れてエドワルドだ、ナイスキーパー、畑野よく触りました。まあ、やっぱり東京のチームスタイルとしてそんなにボールは握ることを好むチームではないですけれども、動かされ続けるとちょっときついところありますもんね。そうですね、はい。さあ間使ったスルーパス、アダイユ飛んだ、前を見た、左足だ、ディレクション終わったボールはコーナーキックです。まあ一つね、FC東京の形一つ出ましたけど、さあここで FC 東京自分たちの時間帯になります。ジョアン・オマリ胸落とし、アダユートン、ディエゴ・オリベイラ、ディエゴ・オリベイラのフィニッシュだ、弾いた、シゲシのシュート、最後触りました、パクイルグ。まあ、あの迫力の、ね、ある攻撃を、ね、仕掛けましたよね。レアンドロのボールニアサイド、ジョアン・オマリがニアで合わせました。ワンツー、先頭が入ってきた、小山津につけた、小山津ナイスタッチ、反転からの右を使った柔らかいクロス、先頭だ、流れた、中野義弘の中に入って右足のシュート、コントロールショットを狙いました、中野義弘。ベルギーへの移籍が決まっています。林大地、今日はメンバー外です。ワンタッチが入った、中野義弘、横パス樋口が来た、プレスバック長い、ただ山下に入った、判定フィニッシュ、左足を振りました山下。まあ、相手こう背負ってましたけど、やっぱ反転して、まあ、ターンをして、まあ、シュートへ持っていくこう意識といいますかね、まあ、その気持ちを、ね、感じますよね。長井が使った、高萩来た、高萩来た、入れ替わってアウトサイドを使って、レアンドロ、サイドネットです。まあ、決定的な、ね、場面を一つ作り出しましたよね。まあ、ここで、ね、うまく体を、ね、入れ替えて、まあ、最後、ね、レアンドロ選手にボールを、ね、預けましたけど、鈴木、中を見てクロスボールはどうだ、もう一度東京、ジョアン・オマリが拾う、中を見た、まっすぐのボールを入れた、高萩が競った、こぼれた、渡辺のシュートはブロック、エドワルド、このガッツポーズだ。さあラインアップトス、渡辺競って、こぼれてバイシクル、ここで
これで4ゲーム負けなしです。